皆さん、こんにちは。芸能界デビュー前の頃からカリスマ高校生としてモデルで人気だった妻夫木聡さん。1998年にドラマ「素晴らしい日々」で俳優デビューしてからはずっと第一線で活躍し続けています。2016年には女優の舞子さんと結婚し、2019年12月には第一子も誕生しました。今回はそんな妻夫木聡さんの現在と事務所や年収について、また自宅や趣味についても見ていきます。まずは妻夫木聡さんの簡単なプロフィールをご紹介します。愛称ブッキー、本名妻夫木聡、生年月日1980年12月13日、身長172センチメートル、出身地福岡県柳川市、最終学歴神奈川県立舞岡高等学校卒業、所属事務所ホリプロ。近年の妻夫木聡さんはどのような仕事をしているのでしょうか。妻夫木聡さんが出演した中国映画「唐人街探偵東京ミッション」が2021年7月に日本でも公開されました。これはコメディ、アクション、ミステリー、ドラマの要素が入ったスピード感あふれる面白い映画なのだそう。妻夫木聡さんは前作「唐人街探偵ニューヨークミッション」の後もずっと中国語学習を続けていたといいます。2020年に40歳になり、若い頃と変わったこととして過去の自分を客観的に見るようになったのだそうです。妻夫木さんにとってもともと40代は憧れの年代だったと言っています。精神的にも金銭的にも余裕が出てくる頃で、それを実感できているそうです。いろいろなことを自由に考え柔軟でありたいと思っている妻夫木聡さん、活躍の場も日本だけでなくアジアに広げており、これからの活躍もとても楽しみですね。また妻夫木聡さんは2020年からインスタグラムを始めました。幼い頃の写真や最新の出演情報など、いろんな写真を載せてくれていて、ファンは必見です。妻夫木聡の事務所や年収について、妻夫木聡さんにはそれほどスキャンダルはありませんでした。一つあるとすれば、2015年に自宅でエステティシャンに性的な過剰要求をしたとスクープされたことぐらいでしょうか。妻夫木聡さんの所属事務所は業界大手のホリプロです。これくらいのスクープくらいもみ消してくれても良さそうですよね。実は当時事務所との関係があまり良くなかったようなのです。それに加えてこの問題で妻夫木聡さんはとうとう移籍してしまうのではと噂に、ホリプロは年功序列のギャラのため若手が大活躍してもそれほど収入はないのだそうです。20代の頃だと収入が低かったかもしれませんね。さらに妻夫木聡さんだったら年間1000万円近くもらえそうな再放送などの二次使用料もなし、他の事務所に移籍するのも間近とまで言われましたが、現在もそのままホリプロに所属しています。気になる年収ですが、2017年は1億円で、2018年は2億円近くほどあったのではないかと言われています。俳優業は映画やドラマや CM に出演することで収入が得られるので、出演作品がなければ収入は大幅ダウンしてしまうことになります。2022年現在は順調でしょうが、芸能界で長年やっていくことは簡単ではないでしょう。それを18歳の頃からずっと続けてこれている妻夫木聡さんは素晴らしいですね。きっと妻夫木聡さんの自宅はおしゃれなところにありそうと思う人は多いでしょう。どうやら俳優の小栗旬さんと同じマンションを購入したと言われています。小栗旬さんが自宅の写真を見せていますが、家のレベルを超えたとても広いセレブな部屋でした。販売価格は1億5000万円から2億円したと言われています。マンションの周囲を高い壁や樹木で囲まれており、プライバシー保護もセキュリティもきちんとしているそうです。芸能人が住むとなると、そのあたりがしっかりしていないと安心して住めないでしょう。そして妻夫木聡さんは様々な趣味を持っているようです。若い頃から好きなのは音楽や映画を鑑賞することやジョギング、趣味の域を超えてとても上手なのがベースだそうです。お兄さんの妻夫木真也さんがミュージシャンだったので、一緒にバンドバスキングライトを組んでいたほどです。このバンドでは妻夫木聡さんはベースとボーカルも担当、映画愛と誠の中でも激しい恋という歌を披露しています。趣味が多彩だと俳優としても演技する役が増えて
仕事にもプラスになるでしょうね。その他にもゴルフやバーベキューも趣味の一つで、キャンプも極めたいそうです。そういえば2021年夏のサマージャンボ宝くじの発売イベントの際に、妻夫木聡さんはこんなことを言っています。7億円当たったら山を購入して、富士山を眺められる場所にプライベートのキャンプ場を作りたい。宝くじが当たらなくても今のまま芸能活動を続けていたら実現しそうですよね。その他にも習い事がどんどん楽しくなっていっているという妻夫木聡さん。英会話を学んだり、ボクシングを教えてもらいにジムにも通っているといいます。これからも妻夫木聡さんの趣味はさらに広がっていくことでしょう。そんな妻夫木聡さんは昔、性的エステ疑惑、報道でイメージ崩壊したことがあるのです。妻夫木さんはメンズエステを自宅に呼び、美人エスティシャンにセクハラまがいのことをした恐れがあると報じられました。記事によれば、妻夫木さんは全身オイルマッサージをしてくれた女性スタッフに対し、オプションはないのかと尋ね、本来のサービスではない性的なサービスを要求するのだと言います。もちろんスタッフらは断るのだが、妻置きから抱きつかれたり、追加料金も払うからと言われて粘られたそうです。さらには胸を揉まれたり、手での性的サービスまで行った者までいると言います。妻夫木さんが所属している芸能事務所のホリプロは、サービスの利用は認めたものの、それ以外の行為はなかったと否定しています。初めから性的なことをしたいならば風俗嬢を呼べばいいと考える人もいるでしょう。疲れている時に美人からマッサージを受けたいと考え、通ったり呼んだりしているうちにハマってしまうものも多いと言います。また男性芸能人はメンズエステ以外の風俗に通っている人も多いと芸能ライターが教えてくれました。女遊びも芸の肥やしとはよく言いますが、あまり老いたが過ぎると後々大きな問題になってしまう恐れもあるでしょう。特に妻夫木のように爽やかなイメージが売りならなおさらです。せめて決められたルールくらいは守ってもらいたいものですね。そんな妻夫木さんは2016年8月4日に女優の舞子さんとの結婚を世間に公表しました。正確な入籍費などは非公開になっていますので、詳細は不明です。しかし8月25日に妻夫木聡さんの奥さんの舞子さんが出演舞台の公開稽古の取材で、舞子さんの稽古休みの日に入籍し、そこから同居を始めたと明かしました。交際期間は4年間だそうです。お似合いの2人ですから、これからも末永く幸せに暮らしていくのでしょうね。いかがだったでしょうか。俳優として数多くの作品に出演されている妻夫木聡さんはこれからさらなる活躍を見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。